杉並区役所では今日、農業祭が開かれ、野菜でできた巨大な宝船も登場し、たくさんの人で賑わいました。このイベントは農業振興のため杉並区などが毎年開いているものです。会場では野菜や草花の即売会が行われたほか、区内の農家の人たちがキャベツや白菜、大根など杉並区産の野菜で作った大きな宝船、杉並丸も登場しました。大きさは縦横ともにおよそ2メートル、重さは200キロを超えるということです。積まれた野菜はイベントの最後に120人分に分けられ、宝分けとして来場者に配られました。なかなか美味しい、新鮮だからね。立派なもんですよ。なかなかよくできてますよ。杉並の野菜でこんなにね、立派なものができるなんて誇りです。嬉しいです。区の担当者は、こうしたイベントを通して地元の野菜を多くの区民に知ってもらいたいと話していました。